はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、1月22日、今週からのですね、日本株を中心にした短期の私の相場感、そして気になる金融と経済とビジネスの動きですね、そして最後にですね、注目に銘柄ってことで、今週1週間のですね、注目銘柄を上がるかもしれないということでですね、材料が出た順ということになりますけども、ご紹介をしていきたいなと思っております。昨夜ですね、ついにですね、ニューヨークダウ、S&P500、ナスダックもですね、大きくまた再びですね、上に向かって上昇を開始したということで、これですね、米国人のですね、消費マインドが衰えてなかったということでね、ミシガン指数ですね、この後ちゃんと解説をしますけども、そちらの方のですね、数値が良かったということで、ニューヨークダウもですね、爆上がりしてますね。前回高値をさらに更新をしてきましたので、ここから先ですね、実は米国株もですね、天井なしなんですよ。一応ですよ。テクニカル上は、僕は天井なしっていうわけじゃなくて、テクニカル上は天井なしのゾーンに入るんですよね。そして日本株も、ここからですね、先物が上がってますので、36,000円の節目をですね、何回かのトライの後に上がるんじゃないかということを話してましたけども、あくまでね、予想としてね、もう早々にですね、36,000円を突破をして、38,000円にですね、向かっていきそうだってことで、僕もですね、今月に入ってから皆さんにお伝えする通りですね、株式投資のビジネススクールですね、グロービスのね、オンラインビジネススクールみたいなことをやろうと思って準備を進めていたんですけども、ちょっとね、株の上昇のが早かったってことでね、ちょっと急ピッチで、急遽ですね、そのですね、スクールの方の立ち上げをですね、進めてるってことで、もう2月にはね、皆さんに告知ができると思いますので、ちょっと今日ね、それ中盤ぐらいに、そのね、ご紹介もしようと思ってますけども、楽しみにしてくださいということでね、とにかく株ブーム。これはね、もう一昨年ぐらいから話していて、もう去年からね、お年ぐらいからずっと見てる人だったらわかる通り、日本株ブーム来ますよと。小泉バブルの時に僕はですね、25年前ですね、投資を始めた頃、もう初手にですね、日本株を始めようっていうムック本がですね、もうほとんど良いところは全て埋め尽くされていてですね、当時ネット証券がね、始まったばかりで、ネット証券口座の作り方みたいなですね、そういった本もですね、並んでいたんですよね。あの時を超えるようなですね、投資ブームが来るっていうことをですね、このチャンネルでは皆さんに、予言をしていたと。実際に来そうですよね。まだ書店の方が遅れてるぐらいですよ。書店が準備するよりも先にですね、どちらかというと、要は出版社ですね、が準備をするよりも早くですね、株ブームが来てしまったっていうのが、実感なんじゃないかなと。僕もね、年初から、日本株上がっていくってことをね、去年から予測をしてしまいましたし、そのためにですね、もう去年の、僕は全部先出しで話してますからね、9月末配当で、銘柄をね、たらふく仕込んだと。それをね、今ちょっとずつ、実は利確もしているんですけどね、やはり、その自分のね、目標とするところまで上がったものは、迷わず利確をするっていうのが僕のマイルールなどね、マイルールはやっぱ従うってことが、相場でですね、賢く生き残るために、長く生き残るためには非常に大事です。だから僕のマイルールは、自分のシナリオ通り、目標数値まで来たらですよ、チャートのですね、それは、その数値で利確をすると。600円って決めたら600円。たとえそれが700円あろうとなかろうが、600円で利確をすると。だからもう、その目標数値に来てる銘柄はどんどん出始めてますので、今はですね、毎日利確をしている状態なんですけども、昨年の9月にですね、この先日本株ブーム来るので、僕は仕込みますと。でその後ね、ちょっと一旦難聴になって、上岡外れたとか、そういったね、コメントもたくさん来たんですが、その後ですね、12月になって大きく上昇を開始して、予言通り、予測通り、ドンピシャでですね、日本株ブームが来ているということになっています。だからね、このチャンネルをですね、長く見ている人の中ではですね、大きく、儲けている人がね、コメントを見る限り、たくさんいるといった状況ですよね。非常に嬉しいことですけどね。一方で、これは別にしょうがないんですけどね、僕の逆張りをしてですね、空売りしてる人はかなり踏み上げられたりとか、損切りをさせられたりとかね、苦しい状況に置かれてるんじゃないかなと思ってます。僕はもう去年からですね、日本株ブーム来るので、空売りは控えた方がいいですよってことはね、言っているんですよね。昨日今日見た人だったらね、知らないと思いますけども、空売りは気をつけてくださいということをね、散々言ってきたんですけども、これはでもしょうがないですね。逆にそれが当たった場合はね、大きく利益を稼げたわけですから、しっかりとね、そのリスク管理をしてですね、ここから立て直していけばいいんじゃないかなと思っております。ちなみにね、2月から始める僕の株式投資のビジネススクールではですね、空売りの方法などもですね、きちんと解説をしていきたいと思っておりますのでね、僕も相場歴25年になりますが、最初のうちはですね、結構レバレッジ3倍とかね、平気でやってました。今思うともうゾッとしますね。信用維持率 35% とかね、まあ 70% ぐらいでやってたのでね、70% は余裕あるじゃないですかと思う人いるんですよ。大きな罠がありますからね。70% は危険ですよ、信用維持率ね。この辺についても、僕ね、そのスクールの中では解説をしていきたいと思います。しかもね、マンツーマンでね、オンラインで、ズームなどを使ってね、面談しながらマンツーマン指導もしていきたいと思ってますからね、楽しみにしてくださいということなんですけども、早速ね、今週のまずは、ポイントですね。日銀の金融政策決定会合があると。ここが一番のポイントになるんじゃないかなと思います。植田総裁がどういう発言をしてくるかによってですね、今のね、絶好調の日本株だってね、もしかしたら再びですね、霧がね、再び現れて、視界不良になって難聴になる可能性があります。僕は4月ぐらいとかね、3月ぐらいにやってくるんじゃないかなと、ゼロ金利政策のね、解除ですね。ここでは波風立てないんじゃないかな。特にこれだけ日本株がね、非常に好調ですからね、ここで植田ショックみたいなことを、あえて起こすかな、みたいなことは思ってますので、一応ここは無事通過するんじゃないかなというのが、僕の予測ですね。それから欧州のですね、中銀の政策金利ですね。果たして利下げに転じるのかどうかと。米国がですね、パウエルさんが、先んじてね、利下げの話をしましたので、欧州もね、追随する可能性もありますね。ここで足並み揃えないとね、ユーロが上がってしまいますので、なので足並みを揃えていくんじゃないかなとは見てはいますね。そして冒頭で話した通りですね、S&P500 がですね、最高値を更新したってことで、消費者マインドですね、これは、ミシガン大のですね、消費者物価指数ですかね。これがですね、非常にマインド指数が上昇した。つまり、みんなね、まだ旺盛な消費意欲を持っていたってことですね。全然だから、デフレに陥っていない、この数字だけを見るとね、と思われると。もちろんね、小売りの数値は下がってきてますから、多少ね、懐具合が悪くなっているというのはあるかもしれないですけども、まだまだね、米国チートですね。いや、無敵国家だけあって、消費が未だに旺盛だと。借金してね、買ってる可能性はありますけども、そういった意味ではね、非常に、景況感もね、この先、悪くはないかもしれないと。さらにですね、インフレも、確かね、ここかな、インフレの期待値もね、2.9% に低下をしたってことなので、あと5年先、10年先のね、一応予測のインフレ指数も下がっているってことで、これどういうことかというと、景況感を示すですね、つまり消費ですよね。個人消費はめっちゃ良いと。イケイケどんどんでですね、ガンガン買おうぜみたいなね、ドラゴンクエストじゃないですけども、言ってる割には、インフレは静まってるっていう、これも理想の形ですよね。もう黄金期かよみたいな、そんな状態に今アメリカになっていって、これによってですね、株高になっていると。そしてドルはですね、円ドルですね、為替レートはですね、148円台に円安になったってことでね、いや、円安に触れちゃいましたね。これも去年から予測をしてね、皆さんに予言してますよ。絶対円高の後、円安に触れますから、ということをね、148までもう早々なっちゃったっていう感じでね、だから日本株にとっては、これさらに追い風になりますからね。ここからさらに一段高、3万8,000円ぐらいまではね、視野に入ってきてるんじゃないかなとは思います。で、特に米国株ね、強いなということで、ちょっとね、米国チャートを見ていこうと思うんですが、まずはニューヨークダウですね、非常に強いですね。前回高値を、さらに更新を始めてますので、ここから上、天井なしになります。もう新高値更新してますからね。かなり強いですね。で、S&P500 も、ここで新高値更新したのかな、ニュースを見る限りね、ちょっと1年チャートなので、引き伸ばして見てないのでね、多分更新したっていうニュースだと思うんですよね。ここ見るとね、高値、最高値ってことですからね、最高値ってことは新高値ってことだと思いますから、更新したと言って、間違いないんじゃないかなとは思いますね。で、ナスダックもそういった意味ではね、ここで更新したのかな、本当はこの辺にももう一つ高値があった気がするのでね、ここを更新していれば新高値ですね。S&P500 もここを更新していれば新高値ですね。ナスダックと合わせてね。だからここから天井なしです。一応テクニカル上はね、節目がないということになりますので、戦国時代で言えばですよ、切り取り放題ってことになりますね。甲斐の武田信玄が亡くなって、勝ち寄りになった後、織田勢と徳川勢とね、攻め込むわけですよ。その時に、まあとにかくね、この領土を切り取っただけ与えてやるっていうですね、それぐらいね、勢いを持って、覚悟を持って攻めろということをね、確か織田信長が言ったんですよね。切り取り放題。まあ、ここをね、に例えるとですね、この戦国時代の、に例えると、この先、だからあれですよ、切り取り放題。このニューヨークダウとかね、ナスダックとか S&P500 ね、つまりこの上に天井がないってことですね。行きたい放題、やりたい放題みたいなね、まあそういった状態になってると。まあ、祭りですよ、祭り。うん。ちょっとバブってますね、これ。バブルスターが本当にね、目の前に接近してる。特に日本株ブームがね、僕はね、より強く鮮明に来るんじゃないかなと僕は思ってますけども、いや、米国株も強いっすね。うん。なんてこったいと。いうことですね。まあ面白い相場なんじゃないですか。うん、いいと思います。ただ、これが先物ですね。で、先物がさらに、400ドル近く、ニューヨークダウ先物上がってるのか。めっちゃ強いな。マジで。で、円安になって、今148円台まで下がってきて、そこで日経平均ですね。今日はちょっと日本株を中心に話させていただいてますので、明日はね、米国株のグローバルマーケット編のね、話をね、動画としてお届けしたいと思うんですが、今日はちょっと日本株を中心に話すと、先物ね、295円高ということで、上がってますが、これ26000円を突破して、これ27000円までいったら28000円ありますね。うん。こう、ちょっとやばいなっていう、のは、まあ、全てについてちょっと、やっぱね、株式投資で、株っていうのは行き過ぎちゃうのでね、だから僕もね、ちょっと予想以上に1月上がっちゃうので、あらゆる準備がちょっと追いついてないというのがありますね。それは仕込みもそうですね。今、仕事も忙しいしね、本の執筆もね、次回作忙しいし、あとね、株式投資のビジネススクールも急ピッチで準備進めてますので、ちょっと自分の持ち株を増やすってことができてないんですよね。まあ、それよりも先に、まあ、ある程度ね、もう株式投資の資産ももう6億円近くになってきてるので、もうそっちに目がいってない、そっちに興味がいってないっていうのはちょっと正しい。まあ、表現かもしれないですね。まあ、もちろん、まあ、10億とかね、生涯かけて、まあ、20億とか、まあ、あると思うんですよ。まあ、ほぼほぼね、このね、先、あとはもう複利ですからね、レバレッジをかけつつ、複利でね、とにかく急落、暴落あった時に、レバレッジをかけつつ、再投資をして、複利で回していけば、まあ、10億はまあ超えるだろうというふうには、もちろん思ってますし、生涯ね、かけて80歳ぐらいで20億とか十分あり得ると思うんですが、まあちょっとね、そっちに興味が、あんまり今行ってないっていうのは正直ありますね。むしろ、ね、これから学びたいとか、ゼロからね、1を作りたいっていうね、そういった投資家の皆さんにビジネススクールを届けたいっていう、ちょっとそういう、ね、情熱、マインド、パッションの方がちょっと先行しちゃってね、見れてないんですよね。最近、自分。だいたいこのぐらいの相場になってくると、全4000銘柄ですね、東証1部、2部合わせてね、中心に全銘柄のチャートを洗ってね、どの銘柄を買おうかみたいなことを、まず僕の場合テクニカルから入って、ファンダメンタルを分析をして、最終的に地合いとかね、マクロ、ミクロの経済と照らし合わせながら買う銘柄を決めるんですよ。これも全部ビジネススクールで出し惜しみなくね、教えようと思ってるんですけども、だから初めのそのチャート分析がね、ちょっと今できてないんですよね。まあ、そっちに興味が湧かない、パッションが向かないというのがあります。まあまあ、でもまあ、別に障害でね、10億超えてね、もうればいいかなと思っているので、別に今ここで焦る必要はないんですけども、まあでもここで295円ね、先物上がってるっていうのは、まあ強いなと、やばいなと。皆さんちゃんとついてこれてますかという感じですよね。日本株のブームにね。ということで、日経平均もちょっと見ようと思うんですけども、まあここのね、36000円をここ、明日突破してきますので、おそらくね。いや、ここからね、この先、天井なしです。日本株もね、一応テクニカル上はね、すごい、祭りだ、みたいな形になってますよ。トピックスも、ここから上がっていけばね、ちょっとまだ、バリューシフトがね、完全に起こりきってないのでね、どちらかというと大型銘柄、半導体とかね、海運とか、AI とか、この辺を中心に上昇してまして、非鉄とか、地銀とかね、紙パルプ、あとアパレルとか、その辺全然上がってないですよね。まあ、上がってる銘柄もあれば上がってない銘柄もあるということで、この辺が同意ついてくると、いよいよね、最後は定位株、超定位株が、躍進をして、次、グロースかなと思ってます。まあ、こういった順番になりがちなんですよ。過去のね、25年の経験上ですね。だからまあ、ここの次が26,000から28,000の間で、次はね、本格的な定位株とバリューシフトが発生したら、これ大相場ですね。になるということになります。だから小泉バブル僕経験してますので、アベノミクス以来の大相場をね、再び経験すると。僕はアベノミクスの時は、まあ、総じて4億円ぐらい、3、4億円ぐらい稼いだかなと思います。3億円ぐらいね。で、それぐらい稼げたってのは、その前に種銭をね、小泉バブルの時から気づいてきたから、アベノミクスの時に、その大相場で3億円とかね、3.5 億円、4億円近くになったというのがありますからね。やっぱ種銭が全てですからね。あと、その時はそこまで培った技術とか、波乗りのね、技法とか、もうこういうものをちゃんとね、高めておくってことは大事ですよね。急に波が来たからといって、乗ろうとしたってね、いや、サーファーと同じで、それは倒れてね、沈没してしまうと言いますか、乗れないのでうまくね。だってこの相場で、まあ、またね、本当に大相場が来るんだったら、さらに5億、10億とさせたいなとは思ってますね。うん、まあ、これはなくはないんじゃないかなと思ってます。4万円突破するようなことがあればね、十分あり得ますよ。で、あとはね、新NISAですね、の、まあ、ブームもやっぱり来てるっていうことでね、まあ、貯蓄からね、まあ、その、まあ、投資、これ、投費などういう意味なんだろうな、ちょっとこれ5秒かな、まあ、5時かなと思いますけども、貯蓄から投資ですよね、これ。投資で、なるかなと。これ何、海外投資から日本株への還流のことを指してるのかな。まあ、わかりにくい、このタイトル。うん、海外から、まあ、日本に投資をね、するブームが再び現れるかどうかってことを言ってるのかもしれないですね。まあ、有名な方なので、このエコノミストの方ね、詳しいことは、まあ、その本記事用の方をね、見てもらえたらと思うんですけどもね。まあ、でも本当に、日本株ブームになってくれたら、あらゆることが、ここまで話してきたこと、全部起こりますから、うん。まあ、そうなってくれたら、まあ、ハッピーということで、まあ、そこに向けてね、いよいよ僕はね、株式投資のビジネススクールですね、を行いたいと、2月からですね。で、まあ、特に若い人に僕はね、学んでもらいたいなと。もちろん50、60、70の人でもいいんですけども、20、30の方がね、生涯かけて資産1億円にするって難しくないんですよ。サラリーマンやりながらね。僕も22、3から株式投資を始めて、25年かけて、まあ、6億円ということになりますからね。もう5億円突破してね。そのためには3つ大事です。うん。まずは資産運用を正しく学ぶと。正しい姿勢で正しく学ぶってことですね。だから、このレバナスで、まあ、送り人とかね、レバレッジで3倍で送り人とか、まあ、グロース言ったけど送り人じゃないんで、正しい姿勢で正しく学ぶってことは大事なので、ちゃんとした投資方法を学ぶってことはまず大事です。うん、ちゃんと、ね、逆張り、順張りも覚えてですよ。分割売買も覚えて、チャートの分析手法とかね、ファンダメンタルズ分析も覚えて、チャートにちゃんと波乗りをしていくってことですね。それは別にグロース、バリュー、大型株、どれでもいいんですよ。その時々でブームが違いますから、そういうのをちゃんと学んでもらいたいな、学ばせたいなと思ってますね。そして資産運用と複利と積み立てですね。この3つの概念を正しく理解すれば、20、30歳の人がね、30年かけて1億目指すというのは別に不可能じゃないですね。うん、できると思ってますね。うんで、やっぱりね、NISAとか株式投資とか高配当とか、いつやればよいのかっていう質問がありますけども、いつやればよいかっていうこと自体がもう遅いですね。もうすぐやるってことがすごく大事で、特にNISAなんていうものはね、まあ別に学ばなくてもできますから、まあ全ての人に学んでもらいたいですけども、まあ無理して学ぶ必要はないですよね。別に動画で全て出し惜しみなく話してますからね。うん。と思いますね。だからもうNISAなんていうものはまあすぐやっちゃってもいいんじゃないかなと思います。うん、どこで学んでもそんなに変わんないかなと思いますね。うん、で、僕の場合はね、このビジネススクール、株式投資をね、まあ、グロービスのビジネススクールみたいな形で、オンデマンドでやりたいなと思ってるんですけども、まあ、50講座ですね。で、すべてのカリキュラムね、もう本当に投資のマインド編からですね、銘柄の選び方ですね。で、スイング、うねり、長期投資のやり方から、僕は証券口座4つ使ってるんですけども、なぜ4つ口座を使うのかっていう、こういうところもね、ちゃんと解説をしたいなと。で、分割売買とかね、うねり、チャート、底値買いの方法、高配当株投資で、600万円のですね、年間配当をもらう方法とかですね、こういったことのカリキュラムを組んでいます。だからもう基礎編から応用編、相場師としてのプロ編までね、もう全部詰め込みたいと思ってますね。で、ですね、あとはマンツーマンで、質問に答えていくと。プレイ規制はね、そうしたいと思ってるんですよ。その代わり、まあ、プレイ規制は20人限定なんですけども、僕はマンツーマンで、ズームなどを使ってレクチャーしますので、顔出し OK の人ですね、対談動画で出演してもらいたいと思ってるんですよね。僕の講座を受けた感想を述べてもらいたいと対談でね、それに出演してもらえる方はですね、プレイ規制、マンツーマン講座、受講かということにしたいなと思ってますので、2月にまたこれアナウンスしますからね。で、その収益は全てお役にしたっていうですね、子供の発達格差とかね、不登校いじめをなくす今ビジネスを立ち上げてますので、ビコナにね、そのお役にしたのリンクも貼ってあります。このチャンネルでずっと皆さんに話していきますよね。子供のいじめをなくすビジネスをやると。まあ VC からの調達がなかなかうまくいかなかったので、そこにこのね、収益を全て突っ込みたいと、まあ思ってますので、ぜひね、楽しみにしてくださいと。こちらのビジネスですね。ぜひビコナに貼ってありますので、見てみてくださいと。本当にやってますからね、口だけじゃないですので、これも去年からやってきますよね。こういったビジネスやりますと、本当に今もうローンチをして、今走り始めてますのでね、見てみてくださいと。応援してもらいたいなと思っております。ということで、あとはね、注目3銘柄ね、ご紹介したいなと思うんですが、決算が出た順ですね。まずは、朝日8ということでね、今期最終を黒字浮上ということでね、まあ、赤字から黒字に回復した V 字回復なので、注目を集める可能性があるなということで、まずはご紹介しました。まあね、でもまあそんなにいいわけじゃないです。よく見たらね、最終6億円近くの赤字だったと。で、前期は1億円近く、2億円近くの赤字だったのかなと思いますが、一応来期見込みが、400万円の黒字なので、まあそんなに良くないのでね、ただまあ、V 字回復で、まあ、黒字浮上っていうところはね、まあ、注目の値するんじゃないかなということで、こちら全部、決算内容、ホームページに出てますからね、合わせてそちらの方も見て、比べてくださいと。で、チャートの方はですね、朝日8、こちらですね、もうまあ、確かに2期連続の赤字なので、まあ、株価の方も、もう割安の位置まで下がってます。200日平均線に対してもね、かなり乖離がありますので、まあ、ここで底落ち反転して割安だと、そう判断する投資家はですね、あとはご自身の方で、チャートの方も分析してみると面白いんじゃないかなと思います。で、続いてはね、フォースタートアップということでね、今期経常 12%、これ上方修正ですね。で、従来予測をね、3億3000万から3億7000万円と。でも前期はね、こちらも5億8600万円だったので、まあ、読みがちょっとね、保守的だからっていうのはちょっとあるかもしれないですね。うん、前期予測に比べると、やや、まあ、見劣りはしますね。ただまあ一応、材料が出たというところでね、ご紹介をしています。情報修正をしてきたということですね。で、こちらもね、まだちょっとこのチャートで見るとね、1年チャートでちょっと定位の方でね、今揉んでるように見えますから、まあ明日以降ね、これが材料されると、そう判断する投資家いたらですね、ご自身で調べてみてください。で、最後ですね、松屋 R&D ですね。今期経常 31% の情報修正ですね。最高益上乗せってことだよね。従来予想を 8.4 億円から11億円と。これは前期ね、ここでちゃんと見た方がいいですね。前期 6.7 億円を11億円にしてきたということなので、しっかりですね、予測も保守的ではなくて、ちゃんとですね、まあ、攻めてはいないかもしれないですけども、まあ、順調にですね、増収増益をしていくという計画の中でさらに上乗せをしてきたので、これはまあ、良い決算と、内容がですね、見劣りしないと言ってもいいんじゃないかなと思います。ホームページに出てますからね、こちらね、決算順に話してますからね。で、松屋 R&D はですね、株価、まあでも、そういった意味では、先ほどの2銘柄に比べるとですね、まあ、ちゃんとしっかりと、まあ、順張りでですね、上がっています。まあ、順調に上がってますね。こちらのね、25日移動平均線に合わせてね。まあ、株価の方は、まあ、順調に上がってはいますけども、この決算内容ね、まあ、良いと、そう判断する投資家がいたらですね、いろいろご自身で調べるきっかけにしても面白いんじゃないかなということでご紹介しました。まあ、とにかく米国株が爆上がりしてね、明日ちょっと米国株特集の、またね、経済動画を上げたいと思ってますけどもね、経済特集動画ね。まあ、日本株もここから天井なしなので、38,000円、まあ、早ければね、3月までに来ちゃうかもしれないのでね、おやばいなと。去年から準備しとけばよかったみたいなことがいっぱいありますのでね。ただまあ、楽しいんじゃないですか。お祭りなので。日々、僕もね、エキサイティングしてますので、皆様でもエキサイティングしすぎてね、フルレバとかはしないようにね、信用取引怖いのでね、その辺についてもまあ、過去の動画で話してますし、ちなみにビジネススクール投資のね、やるからといって出し惜しみしないのでね、今後もね、YouTube はそこだけは誤解してほしくないなと思ってます。すべて、これまでと、クオリティとかね、内容を変えずに YouTube やってきますから、ただ、それをもっと自分のペースで体系立ってね、学びたいとか、僕に直接ね、マンツーマンで質問したいとかいう人が、入るべきであってね、別に、そんなこと必要ないと、YouTube で十分だっていう人は全く入る必要ないのでね、その点はよろしくお願いします。ということで今日は以上です。高速で。